はい、皆さんこんにちは。トフル専門試験や英語塾主催してます試験やしのぶです。よろしくお願いします。いつもトフルについて受験生のお役に立つお話をさせていただいております。今回はですね、そろそろ今日7月4日なんですが、そろそろね、夏休みとかね、入りつつあるということなんですが、今年の夏もですね、高校生と大学生に関してはちょっと特別な授業というかね、講座を用意しております。そちらね、確認をしておきたいと思います。まあ、同時にね、大人の人、これ聞いていただいてね、やっぱりこう緊張感持って勉強するっていうこともちょっとたまには思い出していただきたいと思ってね、そういうお話になります。なんでかっていうとですね、高校生国際教養系をね、大学ですね、学部ですね、を目指して勉強する。まあ、端的に言うと、早稲田大学国際教養学部とかね、上智大学国際教養学部とかね、ああいうところですよね。を目指して、勉強する高校生、例えばトフルが必要とかね、いうことになってくる。早稲田大学はトフルは、まあ、出せばね、あるなら出してくれっていう感じですけど、まあ、みんな出すんでね、出します。で、上智大学は、トフル出さなきゃいけない。公募推薦とかね、出さなきゃいけないわけですね。やっぱこれがやっぱり高校生、まだ英語そのものをまだ勉強しているようなね、状況の高校生ではやっぱり相当なハードルなわけですね。で、これがもう迫ってるわけですね。出さなきゃいけないのがね。例えば早稲田大学とかであればね、国際教養学部、9月1日からですね、英語入試ね、9月1日から出願なんですね。もうね、7月、8月じゃないですか。で、8月なんてね、もう、下旬に受けるようじゃと遅いわけでしょ。やっぱりもう、切羽詰まってる状況なんですね。で、これでまだ、80取れたらなんとかなるっていうわけじゃなくて、早稲田大学国際教養学部の場合には、何点取るっていうことじゃないんですね。できるだけ高い点取って出しとくっていう、ことなんですね。いろんなところ、マイナスの評価になるのをできるだけね、避けるっていうのが大事なんですね。100超えたって全然滑るんですよ。逆にもう、まあ、90ぐらいでも受かるね、こともあると思いますけど、そういうことなんですね。だから何がどのように評価されているのか、もうそれがまさに AO なんですね。わかんないんでね。する。で、それから早稲田大学国際教養学部の場合には、AO 入試の入試があるんですね。英語のテストがあるんですね。で、こっちの勉強もちゃんとしないといけないじゃないかと、いうことになりますね。あるいは、いや、もう自分早稲田だけ受けるわけじゃないんだということですよね。一般の入試の勉強もしなきゃいけないとか、そういうふうになると、なかなかもうこれトフルの勉強そのもの、っていうのが相当の質を追求していかないと、なかなかダラダラやってるようではなかなかうまくいかないと、他のところにもね、悪影響を及ぼしてしまう、っていうことになりますよね。だから今回の今年の夏としてはですね、そういう高校生ですね、学部国際教養系の学部を目指す高校生、それから、交換留学大学生にとってはね、もう間近に迫ってると思いますけど、出願というか、まあね、応募というかね。で、交換留学あるいは大学院の進学でトフルが必要という大学生、この2社ですね、に特化したクラスで3週間のコースですね、過去問を3セットを3週間で、しっかりこなすっていうコースを作っております。こちらね、ご説明いたしますね。で、このコースですけどもね、3週間で3セットっていうね、ことなんですけども、まあ、目指すのは基本的にトフルの80点と、まずはここ基本ですよね。これを何としても取っていくということです。で、トフルで80点取らなきゃいけなくて勉強している。そしてもう、期限が間近に迫ったんだけど、まだ80届いていないという人はですね、質量ともに圧倒的に不足してるんですね。もうこれしかない。質も不足していれば量も不足している。だからこれのできるだけ両方を補いながら頑張っていくということなんですね。ですから過去問のセット数も、まあ、3セットがもう多いか少ないかでも少ないんですけど、それでももう最低限度ね、1セットよりは2セットがだろう、2セットよりは3セットだろうということで、しかもでも3週間ぐらいしかやっぱり取れないかもしれないっていうことで、やっぱもう3週間3セットというふうに考えています。もちろん余裕があればね、もっとやったらいいんですけどね、これぐらいを最低限要求したいということですね。1セットについて1週間かけます。で、大人のね、コースとしては10日から20日ぐらいかけるんですね。大人忙しいんでね、勉強の時間が取れる方が奇跡っていう日が結構あるのでね、だからそういうのも含めて10日から20日ぐらいにしてるんですけど、高校生、この時期の高校生、っていうのは勉強さえしとけばいいっていう人が結構いるのでね、だからそういう人に対してのこうコースということですね。で、1週間で1セットしっかりやっていくということですね。で、デイ1
ていうこと、デイ1からデイ7まであるんですけど、デイ1はですね、まずはスピーキングとライティングの、基礎的な動作ですね、どういうことを考えて、どのように組み立てて、80ちょい超えるぐらいのね、レベルの答案をどのように作っていくのかっていうことをですね、できれば得意にしてもらいたいことはもらいたいんですね。そういうものをやっていく。で、動画で勉強していただきます。で、それでですね、大事なことは、これも大人の人もみんなそうなんですけども、動画を見るなんて誰でもできるんです。動画を見るなんて誰でもできる。で、で、これまでスコアが出なかった人は何が足りないかっていうと、動画を見て、ああ、なるほど、なるほど、パチパチパチということではなくって、動画を見た結果、自分が理解したんであれば、そのサンプルを記憶するっていうところなんですね。で、このサンプルが記憶できたかどうか、これなんです。で、スピーキングのサンプルであれば、同じように45秒でスラスラ言えるようになったのかどうか、ライティングを同じように書けるようになったのかどうか、なんならもうコピーできるのかどうか、ここが大事なんですね。ここまで行って初めて勉強したっていうふうに言えるんですね。なんでかっていうと、そこまで行ったら本番でスコアとして反映される可能性が高いからです。で、それができないと、なんか頭で理解しただけであれば、本番ではテストのスコアには反映されないです。ほぼ反映されないです。だから自分は理解したつもりなんだけど、なかなかうまくいかないっていう、そのギャップに悩むということになりますよね。一番いいのは、記憶をするということですね。これをしっかりやってほしい。質は、動画を見るので担保したというふうになったとしても、量について、やっぱり少ないんですね。だから、最低でも一つのサンプルを記憶するということ、その作業を通して量を、なんとか、維持したいっていうね、感じですね。で、これがデイ1なんです。で、デイ2からデイ6までは、リーディングと、ライティング、リーディングとリスニングですね。リーディングとリスニング のテキストの中を必死でやっていくと、いうことですね。これ動画で確認をしてください。それから、スピーキングとライティング、実際に、書いたり、喋ったりしてもらって、答案提出していただくということですね。で、その添削を、多分その日、もしくは翌日ですね。何時に提出いただいたかによりますけど、にお戻しする。これコース、結構急ぐコースなんでね。できるだけその日にお戻ししようと思っています。で、そして、最後のデイ7は、一応エクストラっていうか、時間を取っておいて、質問とか、あるいは、やり直しですね。スピーキングとかライティングのね、答案のやり直しを送っていただく。できればその日に返却、するので、またやり直しを、やり直しに多分2、3回いるんですね。で、それを、やっていただく日ということになります。もちろん途中でね、どんどんやり直しをしていただいて大丈夫なんですけど、そういう日を取っています。で、これが、デイ7までと、基本的な1週間ということになります。で、これがね、テキストなんですね。オフィシャル、テストとかね、過去問の内容についてです。で、これだけではまだ不十分なので、何が不十分と思いますか？当然単語ですよね。単語のテスト毎日送らせていただきます。LINE で。ね、毎日送らせていただきます。英語の構文、これも毎日送らせていただきます。勉強してください。和訳などしてしっかり勉強できるようにしておきましょう。それからリスニング、これも足りないと思います。これも送らせていただきます。しっかり勉強してください。そうやって分量の方も、しっかり、提供していきたいと思っています。で、これでですね、3週間やって、3セットやって、18万円というコースになっています。しっかり勉強していただきたいと思います。ただ、辛いんですね。例えばさっきのデイ1で暗記するとかいうやつね。で、なんとかね、大体暗記できたら、その暗記をだんだん強固にしながら、デイ7まで行けばね、いいんですけど、また、次の週になると、またデイ1で別の動画と別のものを暗記してもらうんで、どんどんね、溜まっていくと思いますけど、もう、これきついと、いう感じになってくるかもしれないです。そうなるとね、ギブアップっていうことになります。もう残念だけど、しょうがない。この程度の、分量で耐えられないんだったら、多分トフルのスコアは出ないだろうという感じになりますね。だからこれはもうギブアップということ。で、そうなった場合には、2番目のセットと3番目のセットについては、授業料をお戻しするという感じになります。ただ毎日ね、LINE でむちゃくちゃサポートはしますので、時間がね、もし合えば、Zoom とかで、しっかりね、サポートしていきたいとは思っています。スコアをね、とにかく出すっていうことですね。このスコアなかなか出ないんです。ね、なかなか出ない。あと1点が出ないっていう人もいるし、あと10点が出ないみたいなね、人もいると思いますけど、なかなか出ない。上智大学国際教養学部、これ83点いるんですね。これなかなか厳しいですよ、高校生にとって。ね、普通の高校生にとってね、非常に厳しい。あるいは早稲田大学であればもう本当に100取ったって滑るかもしれないわけなんですよ。だからもうでき高いスコアを出すにはスコアが高いのに越したこと
ことはないんですね。だからトフルに関しては自分はもう悔いのないだけのスコアを出したと、あるいは悔いのないだけのスコアを出せるだけの勉強をしたと、そこまでには しっかりね、到達していただきたいと思って、私もそのつもりで、もう身を削るつもりで、その辺は、提供していきたいと思っています。まあ、高校生、大学生のこの時期だけのね、サービスっていうことになりますので、もう、高校生この時期だけじゃないですか。必死にやれるのね。だからやっぱり次元的な、コースにはなると思うので、まあ、秋ぐらいまでですよね。その辺までのコースにはなると思うんで、まあ、ご要望あればね、ちょっと伸ばしますけど、あんまり伸ばさないかもしれないです。私が大変なのでね。だから、必死に、私も必死にやるクラスなので、他のね、コースもそうなんですけど、結構必死にやらないとね、なかなかこう、私の方も熱量をね、結構出さないと、なかなかね、エンジンかからない、ね、あるいは、切羽詰まった感じがしないかもしれない。だから、その辺もね、考慮して、一生懸命やっていきたいと思います。ね、で、ここまで、聞いて、いらっしゃった、大人の方、少しは、緊迫感、あるいは切羽詰まった感じが、してきたでしょうか。ね、ゆっくり、勉強するっていうのは、大事だし、時間が取れるところでね、一生懸命やっていくっていうのは大事ですけど、ある程度のまとまった分量、ある程度のまとま、質ですね。ある程度の質、そしてある程度の分量、これをドーンとやっていくっていうのも同時に、大事なことなんですね。だからこういうね、高校生、大学生がトフル必死でやってるっていう、そういう姿を、想像しながら、これはちょっと自分もやらなきゃいけないだろうと、ということをね、考えて、あるいはこう、もう一回ね、自分の気持ちに火をつけ直すっていうね、機会になればと思って、お話をさせていただきました。大人の人ももちろん勉強頑張ってください。そして、大学生、高校生、今しかもうこれ機会がないという人、必死に頑張ってね、いただければと思います。詳しい、内容に関してはお問い合わせいただければと思います。では、このね、秋に向けてしっかり、ね、頑張ってください。応援しております。